それではですね、バダニアの方からやっていきたいと思います。こちらです。Amazon とか楽天でも売られてるのかな。ネットで検索してみるとすぐに出てくると思います。多分最近そのスライドレールで力を入れている会社ですね。メーカーの特色というのはまたホームページなどでご覧いただければと思うんですけれども、その重量級っていうのに力を入れているところなんだと思います。一つは低価格というところですね。説明書がついてるのかな。あ、ついてないパターンですね。ビスをつけてくれてます。親切ですね。はい、結構安かったかなっていうか印象ですね。クーポンみたいなものもキャッシュバックでついてくるとのことなので、その辺も合わせてインターネットの方で確認してみてください。でクイッと押すとこういうふうにすぐ飛び出てくるようになってます。3Fold Full Extension 3段引きと書いてありますね。通常のスライドレールと同じですね。こうすると引き出し用と本体用に分かれますよという形です。プッシュオープンってこうキュッと押したらスーッと前に出てきてくれて、で何がいいかというと取っ手がいらないというのが一つありますね。例えばこう料理をしていて手が少し汚れているという時にキュッと肘で押したり、まあまあはしたないですけどちょっと足で押したりすると開いてくれるというのがいいところです。システムキッチンとかでよくある形なんですけど、無垢の家具では使うといえば使うんですけど、使うとしたらどうだろう、インセットの方が多いかな。やっぱり少しその隙間というのが見栄えが悪いというような形の考え方になりますね。なのでシステムキッチンとか通常売られているフラッシュ家具みたいなものは、結構そういう形で使っているものも多いんですけど、僕ら無垢の家具で木工をするときにはあまり、まあその隙間とかいうことだったりを気にして使うことがありません。ただ、インセットの場合においてはその押す隙間というのは見えませんので綺麗に収まるかなという形で考えています。まあ、この辺も好き嫌いになります。はい、それではバダニアの、取り付け方ということで、一応説明書が落ちてました。ここまで丁寧に書いてくれてはいるんですけど、若干分かりづらいところがあります。というのはまあおそらく海外のメーカーなので、日本語に直した時にその言葉の違いで少しその文法とかが読みづらかったりっていうのはありますね。その辺はおそらく今後、改善されていくんだろうなというふうに思います。で前回、まあ、この中心にですね墨付けしましたので、今回は下につけてあげましょう。ただまあ通常僕らこれ木工でやるとき下ってベニヤが入ってるだけなんですよ。でここに溝が切ってあってそこにはめ込んでいるので、ここにビス打つとなるとちょっと不安っていうところはあるんですね。なのでやっぱりこっち上にしましょうか。前回つけたランプのものと場所が似てますね。でこれまあそのバダニアから提供されている付属のビスなんですけれども、これはトラスではないですね。まあトラスじゃなくても全然僕ら大丈夫なので、これで止めていこうと思います。とりあえず3点くるりん。それでは本体側ですね。プッシュオープンなのでこっちの動く2段目のレールですね、こちらが前に出てる形になります。ですのでこちらの3段目の金具の部分がちょうどこの前面に来るように取り付けてあげるということで問題ないと思います。はい、これで3点止めつきました。動かないですね。サンプルだったからなのかもしれないですけど、ビスが足りないのでちょっと違うビスでいきますね。はい、はい、ではこれで、左右取り付きましたね。では取り付けます。はい、問題なく稼働すると思います。前板ちょっとつけてみましょう。いいですね。まあ、どれぐらいちょっと耐久性があるかっていうのは耐久試験みたいなものをしないといけないので何とも言えません。でちょっと横から見てもらうと分かるんですけれども、ここの隙間がだいたい1センチですね。1センチ空く形になります。さっき言ったのはシステムキッチンとかってここにこう覆う形、壁が来たりして隠れるんですけど、まあやっぱりこれぐらいの隙間は空くのかなっていうところですね。はい、まあ、かなりの時間押したり引いたりしてますけど、特にはまあそんなにすぐ壊れるとかなんか脆いなみたいな印象は特にありません。ちょっとこの金床を置いてみましょうか。はい、金床をこう入れてもしっかり機能してますね。
丈夫さはもう全然バッチリ OK だと思います。まあその重量級を歌ってるだけあって、あのしっかりしてる感じはすごい見受けられますね。あとはそうですね、そのランプとかについているその調整の機能というのがついていないみたいですね。まあ今実際1センチ隙間あるんですけど、押し込んだ時に5ミリぐらいクリアランスがあります。で説明書にはあのぴったり前面でつけてくださいねというふうに書いてあったんですけど、まあ、ここの隙間できるだけなくすために試しにちょっと本体のレールの方を5ミリ後ろにバックさせてみます。これでどういう働きをするか見てみましょう。そらそうなるわな。あとまだ開いてますね。あ、まだ開くのはいいんだけど取れなくなりましたね。押してもあの動かなくなっちゃいますね。さあこうなってしまうとちょっと困ったちゃんになりますね。でよいしょ、はい、見えますかね。これぐらいバックさせてます。今1センチぐらいあったのが、その少し下げることによって隙間がそうですね、5ミリ6ミリキワキワまで攻めるのはちょっと厳しいかもしれません。ちょっと怖いですね。下げすぎたらあのプッシュしてもこう開いてきてくれません。まあ、3、4ミリですかね。下げるのであれば隙間はこれぐらい、まあ、5ミリぐらいになりますよということが分かりました。はい、なるほど。じゃあ、これを今度インセットで巻いたが中に入るような形、僕らはつらつらっていうのはしません。というのは切ってこの作った後も反ったり動いたり膨らんだりします。ギリギリのところでちょっとこういう風に段差ができると、できた時は良くてもその後なんかこう見栄えが悪くなってしまうということで、僕らはチリと言ってもう思いっきり下げるのをよくやります。はい、はい、この前板が18ミリのものを使ってます。ここに1センチのチリをつけたいと。ただこれは前面合わせで取り続けた時に1センチの隙間がここにできてしまいました。ということでこれが今この1センチバックしたところに来るにはどうしたらいいかというと、18プラス隙間1センチプラスチリ分1センチということで10、10、18、38ミリバックしたところに印をつけてやったらいいですよと。でインセットになるのであればその横からの隙間っていうのは見えなくなります。ですので、単純計算で38ミリバックするという形で一回やってみます。8ミリ、はい、じゃあこういった形で、でインセットは、大体その本体と前板の隙間、僕らは大体1ミリぐらい開けてます。1ミリから2ミリですね。家具屋さんによってはもっと2ミリ3ミリ開ける風習があります。なんでかというと納品した後どうしてもその自分たちで不具合をメンテナンスできないのでクリアランスを取るというような形になってます。はい、じゃあこれでインセット、あ、すごい目分量でよく綺麗に取り付きましたね。はい、見えますでしょうか。ここに1センチの隙間ができました。はい、こういう風にしてやると収まりとして綺麗かなと思います。はい、でまあ、プッシュオープン、まあ、いろんな考え方あるんですけれども、アウトセットですね、かぶせでもうこう板が単純に前板がきれいに並びますよっていうようにしてやる方法、中に入れ込んでしまうというような方法もあります。はい、これがバダニアですね。はい、でインセットをこう引っ込ませるときっていうのはそのもちろん奥行きをよく、見といてあげないといけません。その時に背板に当たってしまうとうまく出てきてくれません。ですのでインセットで、取り付ける時っていうのはその巻いた分だとか、そのプッシュする分ですね、あと、まあ、そのチリをつけるのであればチリ分を差し引いて、かつプッシュされた時に後ろの底板に当たらないという引き出しの寸法で作ってやるというのが基本の鉄則になりますね。はい、ということでバダニアですが、いいと思います。そうですね、重量用と書いてあるだけあってその重みに強いというのはすごいいいなと思いました。あとですね、その結構スライドレールってこう入れるときにガコンガコンガコンってやらないと、なかなか入っていかないんですけれども、このバダニアのレールは入れた後
張る位置からでもスーッと入っていってくれます。それがなんかこうベアリングがいいんでしょうかね。ちょっとどういう形なのかよくわかんないですけど、その入れる時っていうのは結構楽かなというふうに思いました。もちろんその取り付け方によってねじれとかの差もあると思うんですけれども、一般的なスライドレールよりは全然スムーズに入っていってくれますね。はい、はい、という形でこれがバダニアのものです。ではですね、今度ランプのプッシュオープンを試してみたいと思います。ランプのレールにはこういう形で説明書がついてます。でおそらくウェブのカタログなどでもその取り付け方の解説みたいなものがあるかもしれません。必要な工具だとか寸法などが書かれてますね。10ミリ前に出してくださいねとかそういうことが書いてあります。でここを読んでおけば大体まあ失敗っていうのはないかと思います。基本的な取り付け方は先ほどのバダニアや横付けのものと変わりません。引き出し側と本体側はこういうふうに外れる形になってます。付け方は同じです。はい、ではこういう形で、留め付きました。じゃあ実際にちょっと締めてみましょう。何もつけずにもう前面合わせで、付けた場合ですね、一応これアウトセットになってます。前面合わせで何も考えずに留めれば5ミリぐらいの隙間ですかね。でこのプッシュエリアエキスパンダーっていうのはプッシュした時のその可動部分ですね。バダニアにはついてなかったんですけれども、端っこの部分を押すとカチャッカチャッってなるだけで、前に押し出してきてくれません。プッシュのもの全般なんですけれども、その押す部分がどれぐらい幅広いところでその感知しますかというようなところで調整するのがこのプッシュエリアエキスパンダーですね。で言ったらここに芋ネジが入っていて、ここを回してやると突っ張ってくれますよということですね。で突っ張ることによってレールの部分がこうテンションがかかってガタつきがこういざ閉まった時にガタつきがなくなると、真ん中じゃなくてもここのエリアが左右に広がりますよと、そういった形の内容になります。ちょっと回してみると、ここの部分に六角レンチを入れてこう回してやることによって突っ張りますよと。これはまあご自身で各自調整してみてください。であまりいじりすぎるとちゃんと機能しなくなるんで、そこだけまあ気をつけて、いじってみてください。とりあえず今回は分かりやすく前面合わせにしているんですけれども、水晶はマイナス1ミリ、そうするとこの隙間というのがもう若干埋まりますよというような形ですね。一応説明書によると3ミリの隙間で済みますよというふうに書いてあります。で、ちなみになんですけれども、さっきあのバダニアのものはこう入れてプッシュのプッシュしろがなかったらこう解体しないと引き出てきませんよという形になりましたが、ランプのものは一応こう無理に引っ張ればあの出てきてくれますね。まあ、こういったところが、まあ、その痒いところに手が届くというのは国内メーカーの、いいところなんではないでしょうか。はい、次はブルムですね。ブルムの底付けハードディスク、底付けハード、ごめんなさい、パソコンで頭がいっぱいだ。底付けスライドレール、ハーフェレのものを頼んだら、今その欠品中だったということでブルムを、お勧めされました。私ことに参考可能なものさん、こうやって取り付け方みたいなもののコピーをつけて送ってくれたりしてます。いい金物屋さんだとこういうふうに、またそこら辺も信頼できるところかなというふうに思います。もしかしたらちょっと違うかもしれないんですけども、 IKEA のシステムキッチンとかは結構ブルムの、スライドレール使ってたんじゃないかなというふうに、ちょっと覚えがあります。もしかしたらちょっと今ちょっと違うかもしれないんですけれども、はい、ということで底付けをやっていこうと思います。以前にそのソフトクロージングのランプのものをつけたんですけれども、まああれが一番簡単ですね。でまあこのブルムだったりハーフェレだったりっていうのはちょっとこういう独特な形をしてます。こういう風になってますね。で左右対称になってます。だから、一般的にちょっと難易度高いんじゃないかなって思われるかもしれないんですけれども、結構意外と簡単です。ただ、まあ、ちょっと高価かなっていうのがあるんで、そこはまあ、その機能っていうところと、あと丈夫さとか財布の事情とかといろいろ考えてやってみてください。選んでみてください。はい、じゃあ早速やっていきます。だいたいその引き出しの寸法っていうのをどうやって決めたらいいかっていうのが書いてあります。で、これがなかなかあのこういう図面を見るとはちょっと苦手っていうふうに思っちゃうかもしれないんですけれども、あのすごい計算式がちゃんと書いてくれてるんですね。実はここに、引き出しの内寸というのはキャビネットの内寸からこのブルームを使うんだったらマイナス42ミリしてくださいね、で高さはここは7ミリ取ってくださいねみたいな形でちゃんと書いてくれてます。でその通りに設計すれば基本は、きちんと取り付くはずですので、
そういう形でちょっとまあ考えてみてください。取り付け方に関してちょっと特殊なのが、底付けのものというのはその底に、レールが取り付く分こう書き込んだりしないといけません。この部分レールが通るのでカポッと取っちゃってくださいっていう風に書いてありますね。その墨付けをして実際に加工していきましょう。1のりの端から33ミリ、はい、どんな道具使ってもらってもいいです。トリマーでもいいかもしれません。丸ノコでもいいかもしれません。で今回はまあノコギリでやっていきましょう。今回まあいろんなやり方あるんですけれども、筋を入れてここをまあのみ、ある方はのみ使ってもらった方がいいかと思います。まあヘラでも何でもいいです。こういうものでパキパキっと取っていきます。そうすると案外簡単にこういう風に取れます。はい、でまあ木工教室なんだからのみ使えっていうコメントとかもたまにあったりするんですけれども、一般の方、まあのみないかもしれないので、まあ、その辺家にある道具でできるようにちょっとお伝えしてます。はい、これで33ミリの幅が書き込まれます。であとはここにドリルで、Φ6 直径6ミリの穴を開けてくださいねということで書かれてます。穴の位置が今回の場合はさっき書き込んだ部分から下に、11ミリ、この際から7ミリ、こんな感じですね。結構アバウトでいいかと思います。寸法通りにやっていて多少のその誤差っていうのは別に気にしないでください。はい、それではこの付属の、引き出し側につくパーツを取り付けていきます。もう一つ引き出しの中でちょっとややこしい考え方があって、まあ、例えばこれが前板だとします。前板がこう組まれた箱のところにべちゃりとつくのか、この引き出しのここがそのまま前板になるのか。システムキッチンって割とこういう形のものが多いと思うんです。箱を組んでそこに前板をつけるじゃなくて、箱の一番前側が前板にそのままなりますよと。ということで今回私たちはここをこうつけて、この引き出しの一番前側に前板をつけたいと考えていますので、これが前に出っ張ってくる形になります。でここで、そのお作りになる、引き出しの構造によって合わせて作ってください。で今回はこれを私たちは前に出さないといけませんので、なのでここもこの分切ってあげます。一応パーツが入ることを確認してください。はい、大丈夫そうですね。この時に前板がこういう風についてくる形になります。で前板はちょっと僕らも、できたら後で取り付けたいなと思うので、とりあえずここで一回仮止めしましょう。合わせてこの向きで止めていきます。はい、では実際に入れてみましょう。この時にもう前板がついててもいいんですけれども、多分ちょっと計算がおそらくややこしいと思うので、僕らは、まあ、その取り付けてから前板をつける方法をお勧めします。ではここの出っ張りにこの穴が入るように乗せてあげて、でそのまま下にスライドしながらカチッとはめてやると、もう簡単にこういうふうにはまります。まあ、とりあえずこういう形で取り付きましたよと。取るときには下の部分をパチッと押して手で持ち上げればすぐに外れてくれるという、これはすごいそのブルムのいいところですね。ちょっと一度これひっくり返します。ひっくり返すとダイヤルがこうあるの、今カメラ見えるかな、はい、ダイヤルを回していきます。ダイヤルを回していくと今ここの隙間が空いたのが分かると思います。ダイヤルを反対方向に回していきます。そうするとここの隙間が、動いたの分かりますかね。調整ができるということですね。スライドレールのその角度や歪みというのをこれで矯正できますよというふうになってます。はい、この高さが後ろのダイヤルで変えられますよというのがブルムの機能の一つですね。もう一つ前板側の今度ここのレバーですね、ここもこうやってスライドできるようになってます。ではよいしょ、元に戻して前板を
ちょっとつけるのは少し省略しようかなと思います。で、まあ、スムーズさをちょっと見てみましょうか。電池がやばいです、はい、またちょっと重めの金床を入れます。はい、結構重いものですね、はい、これを入れて閉めるとすごいスムーズなの分かりますかね。ランプのものよりも締まり代が長い、はい、でなんかこうゆっくり締まっていく感じが、伝わるかと思います。はい、そういったところがこのブルム、僕もすごい大好きなんですけれども、ここのダイヤルをいじってやるとこれも前板のその上下傾き具合みたいなのを変えれます。ただちょっとこう当てた時に隙間が空きますよというような時はやっぱりどうしてもその前後ですね、スライドレール自体を前後の調整でしてやるというような形になります。前板がこう斜めになっちゃうとかいう時にはこの高さ調整レバーでこういうふうに変えてやれるんですけれども、この前後どうしても隙間が空くっていうような時にはスライドレール自体をその移動して調整してあげてください。はい、僕はこのブルム昔からすごい憧れですごい好きだったんですけれども、はいはい、すごい綺麗に締まりますね。はい、というような形でブルムの底付けスライドレールの紹介でした。